パカパカ TV、 イエーイ。高野が記念来ました。今回ちょっと新企画で皆さんよくね、YouTube で見てると思うんですけど、宝塚記念の最後の直線、ちょっと11年分ちょっと集めたので、そちらの動画を見てください。ぜひね、予想の参考に使ってほしいので、そちらをどうぞ。さあ、オルフェーブルは馬群の中、中段馬群の後ろを追走して4コーナーカーブへ。ここでアーネストリー、そしてルーラーシップ、青い帽子2頭が先頭に立って4コーナーから直線、内を狙ってマウントジャスター、その後ろまで1番のウィンバリアシオンが追い上げている。内を狙って11番オルフェーブルも追い上げて、内中外横に広がって200を切りました。さあ、オルフェーブルが先頭に変わるか。外はルーラーシップ、内外広がっているマウントジャスター、そして追い込んできた湘南マイティ、先頭は11番のオルフェーブルだ。オルフェーブル復活、五輪三冠馬復活、11番のオルフェーブル、これがオルフェーブルです。3番手が11番ジェンティルドンナ、10番ゴールドシップ押しながらジェンティルドンナへと並ぼうとします。その後ろから3番フェノーメノが追いかけます。3強は3番手4番手5番手、その後ろがインコース6番のトーセンラーで4コーナーカーブに入ります。5番のシルポート、リードがなくなって、しかしリードはまだ7馬身から8馬身、直線コースに向きました。4番ダノンバラードが2番手、3番手はジェンティルドンナ、ゴールドシップ並んで追い上げて、その外はフェノーメノ、3強が一気に前へ接近していきました。さあ、ダノンバラードがここで先頭に変わって200を切りました。ゴールドシップが並んでかわした。ジェンティルドンナ現在3番手、フェノーメノ3番手らしい2番手まで上がれるかどうか。残り 50m、 10番のゴールドシップ突き抜けた。10番ゴールドシップ五輪、2着はダノンバラード、ジェンティルドンナフェノーメノは3番手争い、10番のゴールドシップ鮮やかに巻き返しました。手が動いてきたのは3番手のカレン・ミロディックの方、デニム・アンドルビーが内に忍び寄っている。外からこれも手が動いてゴールドシップ、4番手の外まで進出、ジェンティル・ドンナがその後ろ、そしてその外からは一気に名将マンボが差を詰めて、内をついたのは北欧ブレーム。さあ、直線に向いてフェイムゲーム先頭、フェイムゲーム、キビルシーナが2番手、残り200を間もなく切りますが、追い込んでくるゴールドシップ、まとめてかわして先頭だ。一気にゴールドシップが先頭、間からカレン・ミロディックまた2番手に上がってくるか、ビルシーナが粘る。11番ゴールドシップ今年も快勝、ゴール今年もゴールドシップ、鮮やかに坂の上りで各馬を捉え切りました。軽快に逃げている12番デッドデイビス1馬身のリード、終始2番手ラブリーデイ残り600切りました。3番手依然ここも並んでいますが、当然スターダム、そしてオーシャンブルー、その外に東方ジャッカルが接近、そしてヌーボレコットが中に入って3番手集団横に大きく広がりました。ゴールドシップはまだ後方から2番手、最後方ちょっと苦しいぞ、坂を上りにかかる。さあ、先頭は16番ラブリーデイ、ラブリーデイ先頭で残り200を切りました。2番手懸命にレッドデイビス粘っていますが、ぐいぐいと6番のデニム・アンドルビー、同じ勝負服2頭の一騎打ち、内から1番湘南パンドラ、外東方ジャッカル、3着争い、ゴール、同じ勝負服の一騎打ち、早めに抜けた16番ラブリーデイ、後方待機6番のデニム・アンドルビーが一気に迫ってのゴール。800を切って13番タッチングスピーチ最高峰です。 3,4 コーナー中間、3番北山ブラック先頭、リードが1馬身半、4番ワンアンドオンリージョッキー盛んに手が動いて2番手かわして、12番のサトノノブレスが2番手に上がって、7番のラブリーデイが外3番手まで上がってきています。4コーナーのカーブの手前、その後ろ押して押して16番のマリアライトが上がっていく。依然として9番ドゥラメンテは馬群の中、4コーナーカーブから直線を向いた。3番北山ブラック先頭、リードは2馬身、2番手7番のラブリーデイ、3番手8番のステファノスが内から上がってくる、外は16番のマリアライト、これらが一気に先頭に並びかけて200を切って坂を上る、粘っている3番北山ブラックを捉えに出る7番のラブリーデイ、外からは一気にマリアライト、そして9番のドゥラメンテ、ようやく追い込んできた16番のマリアライトか、マリアライトだ、ゴールイン牝馬マリアライト、北山ブラックをドゥラメンテを破ったのは16番牝馬のマリアライトでした。主導権握っているのは5番のシュバルグランです。シュバルグランが先頭、これをマークするように6番シャケトラが2番手、さらに外、この前の2頭を見るように10番北山ブラックが3番手から前に進出しようとしています。
最内を通りましてスルスルと4番のクラリティシティが前に並んでいきました。先団4頭固まって手が動いて、その直後3番のスピリッツミノルが続いております。さらに外からはじわっと進出、サートのクラウンが進出を開始。さあ第4コーナーから直線コースへと向かってまいりました。ここで先頭はシャケトラ、シャケトラ先頭ですが馬体を制して、さあ北サンブラック、北サンブラック、そして外からはサートのクラウン、今度はサートのクラウンが抜け出した。サートのクラウン、内からはゼッケン2番のゴールドアクター、ゴールドアクター、そして3番手争いに外からミッキークイーンが上がってくる。先頭はゼッケン11番のサートのクラウン、サートのクラウンゴール、2着2番のゴールドアクターです。3番手ですが最後外からミッキークイーン、よく足を伸ばしておりました。勝ったのは里のクラウンです。先頭はサイモンラブセス、サイモンラブセス残り800通過、そして2番手の位置ですが3馬身後方ゼッケン12番のタツゴーゲキがつけております。その後にはストロングタイタンがわずかに3番手、最内から4番ミッキーロケット、そして14番のスマートレイヤー、動いていった3番の里のダイヤモンドがじわーっと上がっていって今2番手、2番手から今度は先頭に並ぶ勢いだ。さあ各馬がこれから4コーナーへ入る、4コーナーへ入る。さあ第4コーナーから直線コースへ向かったところで里のダイヤモンド、里のダイヤモンドは今度は先頭に立った。そして内から応戦する4番ミッキーロケット、里のダイヤモンド、ミッキーロケット、里のダイヤモンド、ミッキーロケット、ビブロス、ビブロス、そして外から13番香港のワーザーが伸びてきた、外から香港のワーザーが伸びてきた、ミッキーロケット頑張っている、ミッキーロケット頑張っている、外からワーザー、外からワーザー、ミッキーロケット、ワーザー、ミッキーロケット、ワーザー、ミッキーロケット、ワーザー、ゴール、振り切ったか4番ミッキーロケット、ミッキーロケット振り切ったか。逃げる1番の奇跡、リードは1馬身半、残り800切りました。2番手12番のリスグラシューがつけています。3番手4番アルワイン、そして外11番のスワーブリチャード並んでいます。3番手4番手34コーナー中間600切りました。その後手が動いてクリンチャー、あとは2番のレイデオロ、レイデオロは中段の内目、間をつくようにはスティッフェリオ、そしてエタリオ、そして外から10番のノーブルマーズで、さあ第4コーナーカーブ直線に向かいました。先頭ですが1番の奇跡、逃げ込みを図ります。奇跡先頭ですが今度は外から12番のリスグラシューが並びかけてかわすか。リスグラシュー奇跡、リスグラシュー奇跡、残り200を通過した。ここで抜けたのは12番のリスグラシュー、2馬身3馬身リードを取る奇跡、2番手3番手11番スワーブリチャード、勝ったのは12番のリスグラシューゴール、リスグラシュー、リスグラシュー勝利を収めました。ダミアンレーン旋風はここ宝塚記念で見事に花を開いております。先頭6番当選スーリア、リードが半馬身、ワグネリアン2番手変わりません。外からスーッとクロノジェネシスが上がっていた、連れてラッキーライラック、そして大外から14番奇跡も上がっていって、さあ第4コーナーへ向かいます。今度は先頭はどうか、頑張っているうち6番当選スーリア、そして11番のラッキーライラック、あるいはクロノジェネシス、大外を回る奇跡、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。外を回って追い込んでくるのはサートルナーリア、届くかどうか。さあ先頭はここで16番クロノジェネシス、クロノジェネシス堂々先頭だ、奇跡が2番手に上がってきた。そしてモズベッロ、あるいは外から5番のサートルナーリア、今3番手争い抜けた、強い16番クロノジェネシス、クロノジェネシスゴールイン、クロノジェネシス、この馬もまた最強牝馬です。クロノジェネシス快勝。3コーナー回っていきます。1番のユニコーンライオンがペースを刻んでリードは1馬身800を切りました。2番手2番のレイパパレ、3番手は3頭で、外から13番の奇跡、このインコースから7番クロノジェネシス、4番ワイプティアーズ、外に10番カレンブーケドール、11番モズベッロ、4コーナーへと向かっていきます。1番ユニコーンライオン、リードが4分の3馬身、体半分、レイパパレが並びかけに行った、その外から13番の奇跡、第4コーナーカーブ直線コースに向かいました。ユニコーンライオンわずかに先頭、馬体を合わせて2番のレイパパレリードを取るか、首ほど前に出た、うち1番ユニコーンライオンが抵抗する、2馬身後ろから7番クロジェネシスが前の2頭を狙っている、並びかけた、変わった、7番クロジェネシス先頭、ユニコーンライオン差し返す、レイババル3番手だ、クロジェネシス、これが女帝の意地だ、ゴールイン、2着ユニコーンライオン、3着レイババル、時計は2分10秒97番クロジェネシス、クリストフルメールです。
3、4コーナー中間、前は11番のパンサラッサ、リード2馬身半ほど、2番手6番のタイトルホルダー、3番手15番ディープボンド、今日も和田龍二は早くから手綱を動かして3番手、その後12番ウィンマリリン4番手、その後マイネルファンロン、ウチアフリカンゴールド、間から10番シーガース、4コーナーにかかります。前は11番パンサラッサ、6番タイトルホルダー並びかける、4コーナーから直線、タイトルホルダー先頭に変わった、リードを体半分1馬身取った、2番手パンサラッサ、ディープボンド間をさばいて、12番のウィンマリリン、10番シーガース、9番マイネルファンロン、外からデアリングタクトが忍び寄る、150の時点で先頭は6番タイトルホルダー、リードは3馬身、シーガースが積み寄る、3番手ディープボンドにデアリングタクト、先頭は6番タイトルホルダー、空前絶後の阪神三冠ゴールイン、やりました。6番タイトルホルダー、またも阪神の王者、はい、ということで、宝塚記念 の11過去11年分の直線を見ていただきました。まあ、こんな感じでちょっとね、秋以降も G1 レースちょっとこんな感じでやっていきたいと思いますので、引き続き参考レースとあと予想動画上げるので、皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。以上、めちゃくちゃ長いでした。ポカポカ TV、 さよなら。イエス。チャンネル登録高評価もろもろやってる。